ララジオフォーラム今日は放送作家の私石井明が防災危機管理ジャーナリストの渡辺実さんをゲストに迎えてお送りしています渡辺さん、はい、あの最近新聞雑誌テレビ等々でですね南海トラフ大地震 がまあよく取り上げられる、はい、そしてまあ私たちも大変気になっているんですけれども、はい、この点について渡辺さんにまずお話をお聞きしたいと思うんですがはい南海トラフの巨大地震というのはまあ今始まったわけではなくて、はい、実はこの東日本大震災以前からもっと言えば18年前の阪神の地震から まあもっと前からずっとまあ我々がウォッチしている日本の中でも固有の巨大海溝型のですね巨大地震なんですけれど地震というのは周期がありますでこの南海トラフの巨大地震というのはおおむね100年から150年ピッチで必ず起きてるんですねこれはもう歴史が証明してますでこれはまあ人間が勝手に作ったんですが東海 東南海南海といって東海地方から中部四国ここに渡って、まあ、巨大な被害を出す巨大地震、うん、以前はマグニチュード8クラスの地震だろうということで、ええ、まあ研究も進んでるし、まあ、対策もそこそこ手を打ってたんですね。と、うん、ところが今話題になっていいる南海トラフののの巨大地震の被害想定というのは、うんはい 実はこの三つの東海東南海南海これにヒューガナダという、はい、これは九州宮崎の沖合で起きる地震なんですが、はい、そのエリアまで含んで四連動という、うん、まず一点大きく違うのは四つの巨大地震が連動して起きるという想定になったんですね一つの地震がすぐ次の地震次の地震という風うに 誘発していってしまうもんなんですそうなんですこの南海ドラフの沿いの地震というのは過去の歴史を調べると基本的に連動型なんですねうんもう連動と言っても四十五日後に起きた地震もありますし、はい、地震の活動から言えばもう瞬きなようなものなんですよねうん地球全体の時間から言えば、はい 45日遅くなろうが、はい、半年後に起きようが、はい、瞬きのようなものだとで基本的に南海トラフというのはこの3つの巨大地震が連動して起きるという性格を持ったものなんですねで今回はそれに日向灘を加えて4連動という形を作ってます、うんうん、からもう一つはその震源域と言いますけれども、はい、地震というのは地割れです、うん、基本的に地下で起きる地殻現象です、うんうん、でその地 地割れが起きる範囲を震源域と言ってます、はい、でこの震源域を大陸の方まで四国なんか全部震源域になりましたで3つ目は、うん、想定するマグニチュード地震のエネルギーですが、うん、マグニチュード9.1にしました、うん、これまで我々が 南海トラフ沿いの地震というふうにターゲットを当てたものと大きく変わる3点なんですねなんでこの三3点が変わったかというと、はい、この原因が東日本大震災なんですね、うん、東日本大震災これはその後に地震学地震学者の中で、はい、想定外だったという言葉が使われました、うんうん、またマスコミも使いました。うん、でこの地震は 起起ききるとは思わなかっったた地震が起きてしまった、うん、つまり想定外だった、うん、だからこれからは想定外であってはいけない、うん、被害想定というものも最悪の事態を想定しなければいけない、うん、このロジック考え方に学者自身が変わった、うん、また政府自身も変わった。 今考えられる東日本の体験から、うん、今考えられる南海トラフの最大の最悪のシナリオって何なのかということで、はい、さっきの3点、はい、4連動、はい、震源域拡大、はい、マグニチュード9.1想定、はい、これで被害想定をやったわけでなるほど およそ32万3000人の方が亡くなって、被害総額は220兆円だろうというふうに言われています、まあ、これだけでも大変な額ですが、実はこの想定にもトリックがあるというふうに、渡辺さんおっしゃってますが、はい、もうこれだけ巨大な地震を想定すれば、うん、32万人、220兆、うんうん、それぐらいは出ますよ。うん まず、ね、そのリスナーの方にも理解してほしいんですが、はい、被害想定というのはあくまでも確率論で、はい、ある想定ある前提のもとにコンピューターで計算をさせて、うん、どれくらいのその従前の被害の発生確率を係数にして、はい、どれくらいのエリアでどれくらいの人が亡くなったりどれくらいの建物が壊れたり。 どれくらいの経済損失があるかということをコンピューター上でシミュレーションするものなんです、うんうん、ですからいくらでも大きくもできますしいくらでも小さくもできるんですでも、うん、一つ大きな問題があって、はい、この最悪最大の被害だというふうに政府・地方防災会議が発表している今回の南海トラフの被害想定というのは。うんうんうん この東日本を教訓とするならば、はい、絶対に入れとかなければいけない原発災害害の被害想定が入ってないんですよ<え>で現実は<え>今想定している震源域の中に、はい、巨大な原発が2基 2>、はい、震源域の中にいるんですよ、うん、あるんです、うん、これが静岡の浜岡大であ、はい、愛媛の伊方なんです、はい なぜだって会見の時に記者が聞きました、はい、それは被害のメカニズムがまだよくわからないから入れられないという回答だったんですね、うん、ところが片っぽでそういう言い訳をしながら片っぽで最悪だ最悪だということをアピールしているのが南海トラフの被害想定の今回の発表なんですねだからこれは明らかに最悪ではないんですうん ということを我々国民はまずしっかり認識をしてこの数字を見なければいけない、うん、ですからもっともっと大変な事態が起きるんだということそこがある意味表に出ていないなそうですねそれからあのどうしてもこういう被害想定がされる場合にですねこれ人間の心理なんですけど、はい、自分を除いて考えるんですよね我々今生きている我々日本人は。はい 2年前にもう2年以上経ちましたけれど今3年目に入ってますこの東日本大震災というのを共有したわけですよねそして18年前には都市型の阪神・淡路大震災を共有したんですよねですから我々日本人にとってはもう他人事ではないはずなんですよねですから一旦はそうやって自分を擁護するために自分のところでは起きないっていう。 その思考形態はこれは僕はありだと思うんですけれど例えばこういうラジオを聞いた瞬間にそれは自分の問題だというふうに何人の方が置き換えていただけるかそ,うです、ね、それが番組の,その成果を問われることでもあるし、うん、またこ,の番こういう番組の意義だと思う、うん、冒頭に、うん、何の記念日でもない震災記念日でもない日にこういう放送をすることの意味を石井さんおっしゃいましたね。はいはい これが大事なんですよ、うんあのー、とりあえず南海トラフ大地震どういうものかその被害想定そこから原発が抜けている原発の事故が抜けているということだけでもとにかく皆さん頭の片隅に置いといてほしいそう願います。